北口外館駅名の由来となっている、船橋競馬場船橋競馬場駅は、千葉県船橋市宮本八丁目にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号は、KS24。島式ホーム2面4線の地上駅で、京上駅舎を有している。以前は、現行のララポート東京米への無料送迎バス、発着所があるあたりに、相対式2面2線のホームがあったが、 京城駅舎化する際に現在地へ移設。駅全体がカーブにかかっており、カーブの外側に当たる一番線が本線扱いとなる。そのため上りは通過列車のほか、停車列車も優等列車を退避しない場合は一番線を通る。周辺の競馬場や商業施設に関連して特急が臨時停車することもある。二千二年のダイヤ改正までは、 この駅等を各駅に停車する急行が運転されていた。2020年度の1日平均乗降人員は15,763人である。京成線内69駅中第21位。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員は下表の通りである。駅北口より約 1.3km の位置に、 総武線の東船橋駅があり、駅南口より約 1km の位置に、京葉線の南船橋駅がある。駅東側には、国道296号、県道8号、県道15号が通る。駅南側には、京葉道路、東関東自動車道、国道14号、国道357号が通る。千葉県立船橋高等学校ララポート東京。 ベイビビット南船橋ララポート東京米への無料送迎バス。ありがとうございます。